私は今日入院することになった。それも一人じゃなく、お金持ちの田中太郎と貧乏少女ミヨンと一緒に。ああ、ほんとやってられねえぜ。こんな貧乏人たちと一緒に入院なんてよ。こっちだってあんたと一緒に入院なんて嫌だよ。まあまあ仕方ないじゃないですか。あれは防げなかったんですから。そう、私たちは学校に行く途中に突っ込んできた自転車とぶつかり、念のため入院となってしまった。怪我とかもしてないけど、念のため一日入院しないといけなくなるなんてね。部屋は空いてるんだけど、ベッドが少なくて、みんなのお母さんにベッドを持ってきてもらったわ。おお、じゃあ俺がいつも寝てるサテン生地のベッドだな。これ以外はどうも寝にくくて嫌なんだよね。で、おい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 、お前らのそのしょぼいベッドはなんだよ。しょぼいって失礼。いつも使ってるお気に入りベッドですけど。私は貧乏なので、家にベッドっていうベッドはありません。ケイちゃんのようなふかふかなお布団も使ったことはありません。え、確かに見た目からしてふかふかではなさそうだけど、っていうかこれがミニョンのベッド？はい、ダンボールベッドです。ダンボールってゴミになりがちだと思われますが、暖かくてマット代わりにいいんですよ。やっべー、見るからに貧乏丸出しだね。こんなので寝たら悪い夢見そうだぜ。待っても言うんじゃない。ではみんな、何かあったらこのナースコールで私を呼んでくださいね。わかりました。っていうかみんな入院グッズ持ってきたんだよね。一体何を持ってきたのか見せようよ。はい、いいですよ。じゃあまずは俺からだな。俺のはこれだぜ。一日とはいえ、お前ら貧乏人と一緒の部屋にいるなんて貧乏臭が移りそうだから、これ消臭スプレー。貧乏臭だと？そんなのないわ。それに勝って貧乏人に集まりそうだから、俺も漏れなく刺されるかもしれないだろう。その時のためのかゆみ止め。蚊は誰でも刺すわ。あとは、ナナコが寂しがっちゃいけないから、テレビ電話できるためのスマホだろう。そこは、妹思いで優しいじゃん。ま、こんなもんだけど、貧乏人対策グッズをもっと持ってくりゃよかったかな。っていうか、クリーは何を持ってきたんだ？クリーじゃなくてケリーだよ。私はもちろん、ゲーム機でしょ。今日は一日この部屋に引きこもるんだから暇だもんね。あとはこれ、夜に看護師さんにバレないようにこっそり食べようと思ってね。ポテトプチップス？そんなのは私食べたことありません。ポテトプチップス食べたことないの？そっか、ミヨンの家は貧乏すぎておやつがバッタだったりするんだったっけ。私は特に家から持ってきたものはありませんが、こちらとこちらです。お花？はい、子供が抜いたものなのか、その辺に落ちていたのです。根っこから離れたお花の命はあと少しですが、少しでも長く枯れずにいてほしいという気持ちで持ってきました。ミヨン、花の命をちょっとでも助けようとするなんて優しい、優しすぎるよ。落ちてたものを持ってくんだよな、汚ねえな。あんたには綺麗な心が一つもないのか。あともう一つは空のペットボトルです。誰が捨てたのかはわかりませんが、子供やお年寄りの方がつまずくかもしれないし、危険かなと思い持ち帰りました。ミヨン、他の人のことも考えてゴミを持ち帰るとは。ゴミを持ち込んでくんなよな、汚ねえな。もうあんたは黙ってろ。
ていうか今まで何ともなかったけど、急に足が痛くなってきたぜ。私も膝が痛むというか気になってきました。そう言われれば私も腕がズキズキしてきたような。もしかしてこれって自転車にぶつかったから？遅れて痛みがやってきたのかもしれませんね。何かあったらナースコールで呼んでって看護師さんが言ってたよね。呼んでみた方がいいのかな。すみません、看護師さん近くにいらっしゃいますか？ちょっとミヨミヨ、なんでナースコールがあるのに普通に声出して呼ぶの？だってナースコールだって使うと電気代がかかるかもしれません。もったいないです。え、まさか節約のため？はい、緊急ならナースコールを押すけど、今はちょっと看護師さんを呼びたいだけ。このナースコールを使って呼ぶのはもったいないと思います。さすが貧乏でいつも節約しているだけある。まあそんなの使わなくてもこれを使えばいいんだよ。ポチ。うるさ、この音楽聴けば看護師さんもやってくるだろう。なんてことですかこの音は。ほら来た来た、迷惑極まりないっつーの。すみません、ちょっと看護師さんに来てほしかっただけです。どうしたの？いや、ちょっと腕がズキズキするというか、今さら足が痛くなってきたんだよな。そっかそっか、ぶつかった衝撃で捻挫をしてしまったのかもしれませんね。この包帯で巻いておこうかしらね。包帯ですか？そうよ、こうやって包帯をぐるぐる巻いて足を固定するの。包帯が緩まないようにあまり腕は動かさないようにね。はい。なんだよこれ、怪我した貧乏人に見えるから嫌だぜ。ありがとうございました。どういたしまして。また何かあったらナースコールで呼びます。どう二人とも、少しは痛くなくなった？って、何してんの？だって包帯をこんなに巻いてるということはかなりの量を使っているということ。もったいないからティッシュで巻き直します。いやいや、ティッシュじゃふにゃふにゃになって固定にならないし、包帯は安いからもったいないとか気にしなくていいよ。そして田中太郎は何してんだよ。いや、どう見ても白の包帯は貧乏臭く見えるから、黄色に塗ったらおしゃれに見えるだろう。金持ちの俺はやっぱり黄色とか金色が似合うよね。いや、包帯塗ったところでお金持ちに見えるか。検査した結果何もなかったし、明日にはみんな帰れるからね。ほんと早く帰りたいぜ。まあまあ、今からご飯食べて寝たら明日には帰れるから。お、初めての病院食、一体どんなのだろう。お家のママのご飯の方が美味しそう。いや、どれもすごく美味しそうじゃないですか。どこがだよ、こんな病院食なんか俺いらねえ。おい貧乏に、いるなら俺のも食べていいぞ。もらえるならそれはとても嬉しいけど、太郎くんも食べなきゃ力がつきません。それに食べなきゃ作ってくれた方に失礼です。絶対に食べた方がいいです。あ、もうやめるなよ、勝手に口に入れるなよ、びっくりするだろう。食べないとか言うからです。自分で食べないなら私が食べさせます。だからやめろよ、俺は赤ちゃんじゃねえんだぞ。意外とうめえじゃねえか。ま、いつも食べてるオレンジのご飯の方が100倍うまいけどね。だって高級な肉に高級な野菜。いいから食べましょう。ププ、食べさせられて赤ちゃんみたい。まあまあ花子、落ち着けよ。お兄ちゃん、怪我は大丈夫だったの？花子ずーっと心配だったのよ。ああ、
大丈夫だけど、貧乏人とずっと一緒だったから、貧乏臭が映ってたらごめんな。うわー、かわいそうなお兄ちゃん。早く豪華な家に帰っておいで。貧乏人、貧乏人って最後までムカつかせるな。まあそういうことで、また明日な、花子。さてと、あとは寝るだけ。お前たち、いくら俺の布団が豪華だからって近寄ってきたらシューだからな。誰も近寄らないっつーな。じゃあ黙ってさっさと寝ろよ。俺に話しかけんなよ、貧乏に。はいはい。みよ、私たちたまたま一緒に入院することになったけど、これはお泊まり会だと思って一緒にゲームしない？お菓子も食べながらさ。わあ、それずっと気になっていました。食べたい気持ちもゲームをしたい気持ちもありますが、でも夜はしっかり寝ないといけません。だからケイちゃんも早く寝た方がいいと思うので、ゲームとお菓子はやめた方がいいと思います。はい、じゃあおとなしく寝よっか。はい、電気は節約のために真っ暗にしますね。 おいおい、なんで電気消すんだよ。つけろつけろ。いきなり暗くするのやめろよな。なんでだよ、寝るんだから電気を消すのは当たり前じゃん。いやいや、病院なんて怖い場所で真っ暗にして寝れるわけねえだろ。電気はつけっぱなしで寝るんだよ。ダメです、もったいなさすぎます。どうでもいいだろそんなの。とにかく消すのは許さねえからな。ああ、もうわかったわかった。電気は真っ暗にして、この特大懐中電灯でアローのところだけつけてりゃいいじゃん。いやいや、こんなので寝れるわけねえだろ。やめろよな。なんだよわがままな。じゃあ消します。おい、だから暗いのはやめろって。あ、そうだ、おい貧乏人たち、一緒に寝てやってもいいぞ。寝ません。こうしてお金持ち、貧乏、普通の子の入院生活は終わったのでした。みんなは寝るとき電気暗くして寝る？暗くするよって子は評価をぜひ。それじゃあまた次の動画でね。